松金組若頭羽村恭平はモグラと通じている。その仮説を裏付けるかのように矢上は行く手を阻まれる。町中に張り巡らされた羽村の監視網は予想を超えて根深い。孤立無援の矢上へわずかに差し伸べられる手だが、夜はまだ明けない。ターボを捕まえるまで帰ってくんじゃねえぞ。町中しらみつぶしにしろ。仮面のガキ決まってんだろ。あいつもだバカ野郎。早く出た方がいいぞ海藤さん。今松金組に見つかるとまずい。取り込み中か。いらっしゃいませ。ありがとうございました。よう、ターボ。ヤガミか。久しぶりだな。お前、東か。頭の命令で来たんだと。お前を探し回ってる。ああ、あの人は相当モグラに触られたくないらしい。なら手引くのか。うちをコケにした頭が怒ってんだよ。ますます手を引く気なんてないね。仇の出る幕じゃねえんだよバカが。おかげで俺らまで面倒に駆り出されちまった。いいじゃねえか。頭に尻尾振んのが今のお前の仕事だろ。頭は芸才すりゃたっぷり餌をくれるんでね。あんたと違って尽くしがいがあるんですよ怪盗の兄貴。俺はもうお前の兄貴じゃねえ。そうでしたね。手下連れて帰れや東。ええ、今日のところはそうします。やっぱあんたに手出すときはこっちも殺す覚悟でいねえと。なら次が楽しみだな。もういい、行け。前にも言いませんでしたっけね、疫病神を略して矢神です。すぐに手切った方がいいですよ東よ。少し見ないうちに悪い顔になったな。うるせえよタボ。
東をつけてきてくれねえか。え？俺が組抜けてからあいつに何があったか、今どうなってるかが知りて。ああ、前とは別人だ。さっきあいつがここに来た時、俺は一瞬誰かわからなかった。お前の言う通り悪い顔になってた。わかった、行ってくる。モグラの件とは別だ。依頼料は払うぞ。そんなのいるわけないだろ。それに羽村の情報も手に入るかもしれないしな。もしもし。カイトだ。こっちの窓から東が歩いてくのが見えた。あいつは今一人だ。中道通りを右に折れてった。中道通りを右だな。わかった、頼んだぜ。なんだよ。わかった、すぐに行く。そうか。あの、こいつらが。
なんだてめえ。うせろ。こいつやべえ。ち、行くぞ。ありがとうございます、兄貴。おう。カイトだ。東は公園前通りのゲーセンに入ってった。心当たりは？ゲーセン？ああ、シャルルって看板が出てる。昔俺が組から任されてた店だ。今はあいつがやってるってことか。ヤクザのやってるゲーセン？実は裏カジノとか。いや、たまにヤバい取引の場所に使ってたがよ。普段はガキでも入れる普通のゲーセンだ。分かった。なら俺も行けるところまで行ってみる。おう、ちょっと待てよ。え？そこまで広い店じゃねえんだ。店入る前に変装してった方がいい。なるほど、変装か。分かった。
100円飲まれちゃったんですけど。後にしろ、今仕事の話中だ。え、でも。うるせえ、あっち行け。行って。悪かったな。よかったらこれで遊んでってくれ。いいの？ありがとう。おい、何やってんだ。そこは入るな。妙な野郎が。八神、てめえ俺をつけたな。つか、なんて格好してやがる。まあそこはそっとしといてくれ。何のつもりだ。何しに来た。海藤さんがお前を心配しててね。心配だと？自分を慕ってた射程がすっかり別人みたいだってな。悪い顔になったか。当たり前だ。俺はな、極道なんだよ。いや、悪ぶってるだけだろ。はあ？さっきお前が子供に見せてた顔、見覚えがあるよ。やっぱり根っこは変わってない。海藤さんを兄貴って呼んでた頃から何もな。なら確かめてみるか。もっと喧嘩はもういいって。どうしてもって言うならすぐに出てくよ。腰抜けが。相変わらずだ。俺らが最後に会ったのはもう1年前か。海藤さんが破門にされた日、あの時お前は泣いてたよな。ヤクザの金庫が強盗に襲われる、そんなまさかがあるなんて普通は考えない。その日事務所の当番だった海藤さんもそうだ。取られた組の金は1億。さすがの海藤さんもいきなり銃を突きつけられちゃどうしようもなかった。てめえら何やってんだ。責任者にけじめつけさせてるとこです、親父。指で済む話じゃねえだろ。それで俺の金が戻んのか。いえ、ですがけじめですんで、やらねえことには示しがつきません。じゃあその指一本で1億ですか。逃亡。なんだお前は。俺と一緒だったんでな。何やってんだよお前。1億の小指だろ。
落とす前によーく見とこうと思って。うるせえ笑えるだろターボは。でも頭、取られたのは1億ですよ。それが指一本で済むんですか。こいつはとりあえずのけじめだ。とりあえず。じゃあまだ他にも何か。当然よ、カイトは今日限り破門だ。そんな、カイトの兄貴が。お、親父、俺は泣き入れて済む額じゃねえ。親父もお分かりですよね、こうするほかねえって。この件はもう本家の耳にも入ってますんで。本家に？ずいぶん手回しがいいな。ありがとうございます。ふーん、じゃあ海藤さんは本当に。仕方ねえ、波紋だ。今この時、この瞬間から。そうだ。なら指詰めんのはなしだ、海藤さん。あ、何勝手なこと言ってんだてめえ。指詰めんのは極道のけじめのつけ方でしょ。でももう海藤さん仇ですから。部外者は引っ込んでろ。組長が海藤さんを仇だとそう言ってんですよ、頭。タボ、いらねえことすんな。海藤さん、こいつは男のけじめだ。俺はもうとっくに腹くくってんだよ。よせ海藤。もうてめえは子分でもなんでもねえ。俺は仇の小指なんざ受け取る気はねえぞ。お、親父。あの時、親父は兄貴を助けたくてお前を連れてきたんだろう。だがもうあの状況だ。波紋は避けようがなかった。それで、お前はできる限りの弁護をしたってわけだ。おかげで頭にはずっと目つけられてるよ。でも、お前はうまいことやったな、東。頭に取り入って出世したか。このゲーセンも前は海藤さんが仕切ってたって。てめえに何がわかる。今の松金組は全部頭が牛耳ってんだよ。海藤の兄貴がいなくなって、親父は少しずつ勢力を崩されてった。兄貴さえ組に残ってりゃこうはなってるね。お前はそれを見てただけか。頭が組を乗っ取ってる間ずっとたった一人で何ができんだよ。言うはやすしだ。そうだな。そういえば松金組から取られた1億、あれどうなった。ああ、金は戻らずじまい。犯人も逃げたきりか。うるせえ、てめえには関係ねえだろ。だよな。
戻ったのか。ああ、例のシャルルってゲーセンに入って東とも会って話した。尾行がバレたのか。いや、こっちから話しかけた。どんな感じだった。まず今の松金組はおやっさんも羽村の頭を抑えきれてない。それで東も頭の言いなりになるしかないってことらしい。そうか。ただ実際話してみて、東はそこまで昔と変わってない気もしたよ。そうは見えなかったかな。
カイトさん、東とは全然会ってなかったのか。今日破門されて以来久々だ。俺と行き来すりゃあいつが頭に目つけられる、迷惑になっちまうと思ってな。そっか。1年前、海藤さんが組を破門にされた時、あ、事務所の金庫から1億、拳銃強盗にやられたんだったよな。それがなんだよ。結局その始末はどうなった？海藤さんは何か聞いてるか？金は東が回収したらしい。例の綾部から聞いた情報によればだ。東が？どうやって？さあな。もっと詳しく聞きたきゃ20万出せって言われてよ。そん時は持ち合わせがなかったんでな。それっきりだ。じゃあ綾部に聞けばいろいろわかるわけか。金はかかるぞ。やつは今ならテンダーにいるはずだ。羽村の頭がこの先どう動くか。またここに押しかけてくる。そいつは時間の問題だ。で、次はマジで俺らをやりに来るかもな。ふん。そこまでされるような真似したかね。それだけモグラに触られたくねえってのが一つ。あとは何より、頭は俺らのことが嫌いだ。たく、こないだ頭に無罪取ってやったのって俺らだよな。報われないね。テンダーに行く気か？綾部の情報を買うんなら金がかかるぞ。金が足りなきゃその時考えるよ。いらっしゃい。噂じゃこの店に悪徳警官が出入りしてるって？あのな、うちの客にそんなのいないよ。人聞きの悪い。綾部来てない？さっき来るって連絡はあったよ。それよりターボ、ちょうどよかった。一つ頼まれてほしい仕事があんだ。仕事？八神探偵事務所カムロ町一と見込んでね。ん？そう言われると断りづらいな。照れることないよ。俺は本気なんだから。どんな仕事？さあね、まだ聞いてないんだ。まあ依頼人はうちの常連だから間違いはないと思うけど。今から公園前通りのヒルズガーデンってところに行ってくれ。今すぐ？その代わり綾部さんが来たら連絡してやるから。ただ待ってるより人稼ぎしてきなよ、八神探偵。はあ、それもそうだな。
分かってるったく、時間食っちゃったよ。しばらく寝とけっての。いらっしゃいませ。ありがとうございました。
お、気に入った。さ、行くか。ありがとうございました。お。
ったく、時間食っちゃったよ。寝とけって。サナ、夢の途中でした。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございます。
嬉しいな。よろしくお願いします。これが証拠だ。あ？かってこい。
した。もしもし。綾部だ。テンダーのマスターに言われて電話してる。なんか用だって？また欲しい情報があるんだ。金はあるんだよな。もう紹介サービスは終わったぞ。いくらかかるかネタによるかな。そのネタ、あんた海藤さんには20万だって言ってたらしい。あ？1年前松金組が強盗に1億やられたろ。事件のその後が知りたいんだ。俺がその情報20万って言ったのか？そう聞いたよ。なら鮮度が落ちて今は10万ってとこだな。お？いいのか？情報量は適当に決めてるわけじゃない。俺なりの計算式があるんだよ。明日お前んとこの事務所に行く。金は用意しとけよ。時間食っちゃったよ。しばらく寝とけって。
もしもし。綾部だ。今お前の後ろにいるよ。勝手に人ん家上がり込みやがって。それが松金組強盗事件の捜査資料。捜査資料だ。寝ぼけやがって。ヤクザが泥棒に入られたっつって110番するかよ。え、札が大勢事務所に来ちまうんだぞ。松金組の件は事件にはなってねえ。この資料は全部俺の独自情報だ。金は揃えてあるな。情報料10万だったよ。毎度。わかりやすいな、これ。本物の捜査資料みたいだ。刑事がどれくらい書類作ってると思う？星追ってる時間より書類作ってる時間の方がずっと長いんだよ。得意な顔しちゃって。まずこれが松金組事務所の間取りだ。1年前強盗に入られた当時のものだが、まあ今と変わってないだろう。多分な。強盗はまず事務所に入る組員に紛れて監視カメラをかわした。でその死角で組員の頭を拳銃で殴って気絶させてる。その時事務所は留守を預かる海藤が一人きり。午後3時、松金組の事務所が一番手薄な時間だ。そして強盗は油断しきってた海藤に銃を突きつけ金庫を上げさせた。強盗は一人だろ。なのにあの海藤さんがあっさり。強盗は海藤に銃を突きつけた後天井を一発撃ち抜いてみせた。銃は本物となれば誰だって動けるもんじゃない。で脅されるまま金庫を開けた後は海藤も頭を殴られて気を失った。ここまでが事件のあらましだ。話聞いてると強盗の手際が良すぎるな。ああ腕がいいのもあるが、それだけじゃないな。金庫の場所や事務所が手薄な時間、内部情報に詳しくなきゃここまでスマートにはやれん。組の中に賊を手引きした内通者がいたはずだ。それはそれとして、なんか海藤さんが不自然だな。あの人ならもっと抵抗しそうなもんだけど。さすがだな。ん？さて今までの話は所詮前振りだ。こっからが10万の価値がある情報でね。さっき俺は事務所に海藤は一人だと言ったな。だが実際にはもう一人松金の組員がいた。え？東だよ。強盗が金を奪っているまさにその時、あいつもあの場にいたんだ。なんだてめえ。金庫を開けろ。
逆らえば撃ち殺す。面白え。やるなら一発で殺せよ。でないとお前が死ぬぜ。フロアの隅で組長の靴を磨かされていたらしい。それで異変に気づいた時にはもう出るに出られなかった。分かった、やめろ。やめるんだ。金ならくれてやる。東はそこで強盗の顔つきや体つき、特徴を記憶に焼き付けてた。結果として誰も死なずに済んだし、それがベストの行動だったが、兄貴分を見捨ててむざむざ1億渡したとも言える。ヤクザとしちゃ指詰めもんだ。だからカイトは東もあの場にいたことを誰にも言わずにいてやった。そして消えた1億の責任は自分一人で全部かぶった。これでやっと腑に落ちたよ。なるほどね。カイトさんらしいだろ。でもその後は1億は東が犯人から回収したって聞いてる。何があったんだ。犯人の素顔を見てた東は一人でそいつを追い始めた。金を取り戻せば海藤の波紋も取り消せるんじゃねえかってな。それで警察のデータベースから犯人の顔を探そうとした。なるほど。じゃあ東はそこであんたに頼ったんだな。わかるか。出なきゃあんたがこの事件を知ってるはずがない。警察には通報されてないんだろ。そういうことだ。で、東は警察の前科者リストから星を見つけ出した。そいつはカムロ町のホームレスになっていて、赤花と呼ばれてた。今そっちの端末に写真を送った。赤花がホームレスになる前の顔だ。そんな言うほど鼻赤いか。俺に言われても知らねえよ。まあとにかくその後東は1億を組に戻したってことらしい。じゃあつまり赤鼻を見つけて金を回収したわけだ。でも海藤さんの復帰は叶わなかった。代わりに東は組の中でそこそこの出世はしたよ。頭の覚えがめでたくなったってわけだ。赤花はどうなった。東から何も聞いてない。まあ俺も別に聞きたかないね。まさか東が赤花を始末した。さあな。でもどうだ、10万払った価値はあったろう。1年前、赤花の名前を掴んだ東は多分町中のホームレスに聞き込んだはずだ。俺も同じようにやれば会えるかな、赤花に。
Get ready. いい加減にしろよ。ちょっといいですか。人を探してるんです。赤花って呼ばれてる人なんですけど。赤花ね、そんなに赤くねえじゃねえか。やっぱそう思います？俺もそう思ったんですけど、仲間からはそう呼ばれてるみたいで。俺は知らねえよ、他は当たんな。そうですか。いいかな。うん、兄ちゃん何？人を探してまして。赤花って人なんですけど。赤花？ちょっとわからないな。そうですか。けど仲間に聞けばわかるかもしれないよ。本当ですか？なあ、まあちょっと時間はかかると思うが。構いません、お願いします。いいよ、その代わりと言っちゃなんだが、兄ちゃん、ちょっとこのプレイパスで遊んできてくれねえか。
これは？最近カムロ町振興会が新しく始めた遊びでさ、 VR スゴロク第9ってのがあるんだ。 VR スゴロク？体感型アトラクションっていうのか、実際に自分で動き回ってやる人間スゴロクらしい。でそのプレイパスがあると劇場前広場裏のゲーム会場でプレイさせてもらえるんだ。へえ、そんなのあるんだね。見事クリアすると景品だなんだが手に入るらしいんだが、ほらこの通り足が悪くてね、プレイできないのよ。動き回るとかだと、確かに大変そうですね。仲間たちも挑戦してるみてえだが、なかなかクリアできないらしくてな。兄ちゃんなら若いし期待できそうだからさ、俺の代わりに景品もらってきてくれよ。どうだ？面白そうだね。わかった、すぐにクリアしてくるからここで待ってて。おお、それじゃあその間に俺も仲間に知ってるやつがいないか聞いてみるわ。しばらく寝とけっての。いらっしゃいませ。ゲームスタートだ。よう来たの。
さあ来い。ここだ。行くぜ。ダメか。そう。よし。少しだ。よし。開いた。いいの。今だ。
おいおい。ここだ。まっすぐだ。これで上がりだ。よっしゃ。いい加減にしろよ。おっ、兄ちゃん、どうだった？ VR スゴロク、クリアして景品もらえたかい？バッチリ。おお、こりゃすごい。まさか本当にクリアできるなんてな。ところでよ、兄ちゃんが探してた赤鼻ってホームレスの件、知り合いに聞いてみたんだ。残念ながら赤鼻の居所はわからなかった。ただ、ホームレスを探すならいいとこがあるらしい。ん？
そう言ってる人がいてね。ああ、ちょうどいいや。その人が来た。なあ、誰かホームレスを探し回ってる人ってあんたか。もう見つかった？いや、まだだけど。なら、カムロ町の児童公園に行ってみるといい。ボランティアの炊き出しやってるから、この辺のホームレスならみんな集まるはずだよ。そっか、ありがとう。いいんだよ、別に。じゃどこだ？これから児童公園の炊き出しに行くとこだよ。そこで例の強盗と会えるかもしれない。お前今もカムロ町にいると思うのか？組の事務所を襲ったやつがよ。本人はいなくても何か情報があればと思ってね。綾部の話じゃ松金組を襲った強盗は赤花っていうホームレスだった。赤花？ホームレスが犯人なのか？みたいだな。ただ東が金を回収した後、赤花は生きてるかどうかも分からない。そうか、分かった。俺も行く。児童公園だな。悪かったね。炊き出しここじゃやってなかったよ。勘違いしてた。俺に何か用か？ああ、赤花に頼まれてな。みんな年食ってんな。なんで俺を襲った？あんたが何者か知りたかったんだよ。なんで今になって赤花を調べ回ってるのかって。あんたら赤花を知ってるんだな。あいつは生きてんのか？いや、死んだよ、とっくの昔だ。なんで死んだ？1年くらい前、赤花が下水に沈んでたのを見た奴がいる。銃で撃たれた跡があったって。銃？その死体警察には？いや、
届けてないんだな。俺らは警察が好きじゃないし、向こうもドブで死んだホームレスの事件なんて面倒なだけだ。死体だってもうどっかに流されちまったよ。それでも俺らは赤鼻に何があったか突き止めてやりたかった。せめてもの供養にな。そっか。誰が何であいつをやったかは今もわからねえ。ただその頃東上会のヤクザが一人あいつを探し回ってた。東か。そのヤクザが赤穴を殺したのか。わからねえ。俺らがヤクザ相手に嗅ぎ回れるわけねえだろう。だからあんたからなら何か聞けるかと思ってよ。それでさっきは。あいにくだったな。そいつは下手なヤクザよりタチが悪いんだ。ガキン頃から喧嘩の場数だけは踏んでてよ。それもカムロ潮流でだ。遅かったな、カイトさん。1年前に赤鼻を探し回ってたってヤクザ、こいつか。ああ、こいつだ、間違いないよ。1年前、東は強盗犯だった赤鼻から1億を回収して組に戻している。その頃下水道には赤鼻の射殺隊が上がっていた。となると犯人は誰だと思う？俺にはどうしてもあの東が人を殺せたとは思えねえ。銃だって下っ端のあいつがどっから調達した？銃くらいどうにでもなる。ここはカムロ町なんだぞ。東に話を聞きに行く。あんたも行くだろ、カイトさん。あんたは東に何があったか知りたかったんだよな。ああ、分かってる。東はシャルルにいるはずだ。八神が、カイトーも一緒です。どういうつもりですか、カイトーさん。抜き打ちで押しかけてきたのはそっちが先だろ。何の用だっつってんだよ。東、お前赤鼻を殺したか。あ、1年前松金組に押し入った拳銃強盗だよ。そいつから1億回収したのはお前だったよな。でもちょうどその頃、赤鼻の死体を見たって人間がいる。撃ち殺されて下水に沈んでた。東さん、
黙れよ、人聞きの悪い。本当にお前が赤鼻を殺したのか。どうなんだ東。あん時俺は兄貴を助けたかったんですよ。金さえ取り返せば波紋も取り消せるって。そのためなら何だってやる覚悟でした。なのに今は海藤の兄貴に銃向けんのか。うるせえ。俺とターボを殺す覚悟ができたってことか。あんたの銃、俺ら全員の口塞ぐには弾が足りんな。何？てめえ、アガミ！何やってんだ？行けお前ら！じいさんたち、外出てろ！ぶっ殺すよ！やっと俺の出番だな、タボ！ああ。給料分は頼むよ。おっしゃ！やってねえんだ。ん？赤鼻を殺したのは俺じゃねえ。じゃあ誰がやった？赤鼻が松金組の金を奪った時、組の中に誰か手引きした内通者がいたはずだ。そいつは赤鼻にいろんな情報を与えてた。事務所が手薄な時間帯、金庫のある場所はもちろん、その中に確実に金がある日時。でなきゃヤクザの金を奪うなんてまず不可能だ。その内通者が赤穴を殺したんじゃないのか。真相の口封じをするために。そうかもな。誰なんだそいつは。そこまでしてなんで組の金を。金は二の次だったんです。あ？海藤の兄貴を潰すことが内通者の本当の狙いでした。だからわざわざ兄貴が当番の日に金庫を。俺を潰すため？じゃあまさかその内通者ってのは。
羽村の頭か。頭にとって兄貴は組の中でただ一人の脅威だった。兄貴さえいなくなりゃ松金組を完全に掌握できる。あの人はそう踏んだ。確かにな、実際今そうなってる。頭に逆らえるもんはもうただの一人もいねえ。あの人にはそれだけの稼ぎがあって力がある。頭あっての松金組だ。赤花が死んだ時何があった？お前は全部知ってるんだろ、東。1億が奪われて兄貴が破門になった次の日だ。俺は札から情報を買って、その夜にはもう赤花の名前と顔を手に入れてた。そいつで街中聞き込んで行き着いたのはカムロ町の下水道だった。ただそこにいたのは赤花だけじゃなかった。羽村の頭もそこに？ああ、頭は赤花から9000万を回収して高飛びさせようとしてたんだ。つまり赤花の報酬は1000万、それで円満におさらばのはずだった。誰だ、出てこい。羽村の頭か、頭ですか？俺です、東です。東、なんでてめえがここにいる？一人か？あの そこのホームレス赤花って言って、そいつが事務所の1億を。恨むならあのバカを恨めよ。なんだ。頭、そいつはまずいんじゃ。お前なんで奴が犯人だと分かった？それは俺は全てありのまま話した。事務所が襲われた時、俺もその場に居合わせてたこと、綾部から札の情報を買って赤花にたどり着いたこと、言葉が途切れたらそこで撃たれるって、そう思って必死に喋りまくった。なるほど。で、海藤の汚名を晴らしてやる気だったか。あの野郎もいい射程持ったな。殺さないで、お願いします、勘弁してください。頭、本当にやるんで。そうだな、死にたくなきゃ俺に忠誠を誓え。そいつを形にしてみせろ。でもどうすれば？こうすんだよ。お前がここに来なけりゃこいつは死なずに済んだ。それどころか1000万手にしてたんだよ。かわいそうにな。お前がこいつを殺したんだ。お前、女みてえな声出すんだな。興奮するじゃねえか。
これでお前も本物のヤクザになったな。それはお前がやったわけじゃない。ああ、だが俺はその前には町中歩いて赤鼻の居場所を聞き込んでた。そして奴を撃った銃には俺の指紋、傍から見りゃ言い訳できねえ状況が揃ってる。俺の顔悪くなったって言ってたよな。実際俺もそう思ってた。なあ、今の話をおやっさんに言ったら頭を抑えられたりは？無駄だ。親父にはもう頭を止める力はねえ。事情を伝えたとこであの人を困らせるだけだ。東もそれが分かってたからずっと一人で飲み込んでた。そっか、そういうことなんだな。俺先に帰るよ、海藤さん。ん？積もる話があんだろ、あんたらには。邪魔しちゃ悪いもんな。やっぱり俺はあの八神が嫌いです。あ？やつは俺よりずっと前から兄貴とつるんでた。極道でもねえのに親父からも一目置かれて。まあ面白くねえ野郎でしたよ。東、お前ターボーの父親の話知ってるか？さあね、何かあるんですか？あいつがガキの頃は武道の手ほどきなんかもしてくれたらしい。いい親だったんだろうな。そして弁護士でもあった。へえ。でターボーが15になった頃だ。親父さんはある殺しを弁護して執行猶予付きの実質無罪を勝ち取った。だがな、それを被害者遺族の一人が恨みに思ったんだよ。ターボーの両親は包丁でめった刺しにされたらしい。その頃ターボーは仕事ばかりの親に反抗期を迎えててよ。襲撃の時はダチの家を泊まり歩いてた。もしあいつがうちにいたらその暴漢を取り押さえられてたかもな。誰も死なずに済んだかもしれない。八神の親殺した犯人はどうなったんです？現場の奥で首吊ってたってよ。一つも救いのねえ事件だった。いっぺんに親を亡くした後、ターボーは親類の手も振り払ってカムロ町に出てきた。年をごまかしてテンダーで働いてたんだ。なるほど。じゃあその頃ですか、野郎と兄貴が会ったのは？ああ、あいつは最初俺が店で偉そうにしてたのが気に食わなかったんだと。当時は俺だってまだ駆け出しだ。それでもヤクザ相手に15かそこらのガキが喧嘩ふっかけてきやがってよ。生地腕に覚えがあったんでしょうね。その花へし折ってやったぜ。ただあいつはそれ以来何度やられようが負けを認めようとしなかった。てめえの痛みを一言みてえに冷めた目で見てたっつうか。でもある日それをどういうわけか松金の親父が気に入った。するとターボも
だんだん親父の言うことだけは聞くようになってった。もともとあいつはヤクザにしかなれねえ俺らとは出来が違ったんだ。親父もそこを見込んで谷町を買って出たんじゃねえか。ターボーもそれに応えて司法試験まで通っちまった。そこがまた気に食わなかったんですよ俺らは。でもあいつは取り返しのつかないしくじりをした。もう終わった人間じゃないですか矢神は。なのに兄貴も親父もなんであんな奴と。それ言ったら破門にされた元極道も似たようなもんだぜ。カムロ町じゃ珍しくもねえ。ここはその手の人間が最後に行き着く町でもある。あいつも俺もこの町で育った。他に行き場なんかねえ。だから羽村の頭といくら勝ち合おうが、俺らは俺らの流儀で行くだけだ。兄貴、今の俺には頭の命令が絶対です。でももし兄貴たちを殺せとでも言われたら精一杯あがいてみせます。その気持ちだけで十分だ。